アトランタ級軽巡洋艦は、アメリカ海軍の軽巡洋艦の艦級。オマハ級巡洋艦を代替する駆逐戦隊、機関巡洋艦として、戦前の計画で8隻が、さらに戦時損耗補充分として3隻が追加され、合計11隻が建造された。一般に、防空巡洋艦として知られるが、 防空巡洋艦を表す類別記号クラが与えられたのは収益後かなり経ってからのことである。1930年代、急速に発達した航空機の脅威から艦船を守るために、各国海軍で対空砲を搭載した防空艦が計画された。最初にイギリス海軍が旧式化した c 級系巡洋艦に改装を施し、4インチ校舎砲を 多数搭載した強力な防空艦を完成させ、各国海軍の注目の的となった。アメリカ海軍は心臓の軽巡洋艦に高い防空力を持たせることを計画した。それまでアメリカ海軍は51口径5インチ砲を土球戦艦の時代から伝統の副砲とし、対空には25口径5インチ砲を広角砲として使用してきた。 そこで、対艦と対空の双方をこなすことができる、中間的な38口径5インチ両用砲が開発された。さらに、より連射能力を向上させるため薬莢形式が採用され、これが本級の手法に搭載、使用された。本来の駆逐艦部隊を指揮する共同艦としての役割のため、53.3センチメートル4連装魚雷発射艦を2機搭載している。 本級は多数の療養法以外にも優れたレーダーと射撃式装置を搭載し、新珠湾攻撃後に順々に巡航、太平洋方面においての日本軍との戦闘に投入され、南太平洋海戦では、ジュノーやサンフアンが対空戦闘において戦艦サウスダコタと共に艦隊の防空に貢献した。また、水上戦闘に参加した艦もあり、アトランタ、ジュノーは、 第3次ソロモン海戦にて日本海軍の攻撃により沈没している。一部の艦は大西洋にも派遣された。なお、前期型は対空砲を課題に搭載したことから復元性が不足していたため、オークランド以降の中期型では両用砲塔の数を削減した。さらに、近接対空火器の増備を迫られたこともあり、重能以降の後期型では、 巨来発射艦の廃止や法配置の改正等を行ったが、後期型の完成は戦後となった。中期型をオークランド休憩巡洋艦、後期型をジュノー休憩巡洋艦と分類する書籍やプラモデルメーカーが存在する。ありがとうございます。